belong to you。 はい、皆さんこんにちは、しんです。今日はギャラクシー、こちら8月10日に新型折りたたみスマホの発表、こちらリークを正式に認め、8月10日に発表となります。こちらギャラクシー Z フィリップ4、ギャラクシー Z フォールド4、そしてギャラクシーのスマートウォッチなどが発表される見込みとなっております。まず最初にギャラクシー Z フォールド4、こちらのカラー展開、3色となっております。右側からファントムブラック、ベージュ、グレイグリーンとなっており、前作より 8g 軽くなるとリーク情報が出てきております。そして、販売価格、こちらは、去年より約100ドルほど高くなるそうです。こちら256GB で、26万1200円、512GB で約277,800円と価格のリークが出てきております。続きまして、ギャラクシー Z フィリップ4、こちらのカラーは4色展開となっております。パープル、ゴールド、グレー、ライトブルーの4色展開です。次に 128GB、こちらの価格が、前作に比べると14,000円ほど上がっており、151,800円からとなっております。 512GB も値段が上がっており、179,800円とかなり値段は上がってきております。そしてこちら今使っておりますフィリップ3となっております。こちら折りたたみでかなり快適に、画面もかなり綺麗、そしてバッテリーもかなり持っておりますので、おすすめの折りたたみスマートフォンとなっております。はい、それでは今回の動画以上となります。では皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Feel like falling deeper, この nights 나너무싫어기다리기에는너무길어저던내사랑이시고기대만하는것도난